冬でもアイス。でもやっぱり夏が一番おいしいアイスクリーム。今日は東京のおいしいアイスクリーム屋さん10店舗をご紹介します。いろんな種類をまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。最初の店は港区白金台にあるカカオキャット。今年2月にオープンしたチョコレート専門店です。チョコラータ、ジャンルイヤ、ビターチョコレートなど、チョコレート専門店ならではのジェラートのラインナップです。なお、売上の一部は動物愛護センターへ寄付をされています。ジェラートコーンにチョコレートを加えたチョコホリック、流れ出るチョコレートをコーンの中に閉じ込めていきます。ジェラートはチョコラータとピスタチオ、フランボワーズを注文しました。お値段は記載の通りです。お店の半分がカフェスペースになっているので、そちらで食べることが可能です。自由でわがままな猫でさえも虜にしてしまう美味しさのチョコレートジェラートのご紹介でした。2店舗目は恵比寿にあるジャパニーズアイス大岡。こちらでは日本各地のえりすぐりの食材を使用した和風テイストのアイスがいただけます。お店で毎日フレーバー一つ一つ丁寧に仕上げている作りたての新鮮なアイスが並んでいます。アイスの大きさは3種類、コーンの用意はなくカップの提供になります。今回のフレーバーは黒蜜きな粉、黒糖バナナ、スイカにしました。フレーバーの種類は季節によって異なります。塩昆布とモナカがついてきました。ジェラートはオンラインショップでの購入も可能なので、お取り寄せもおすすめです。続いては可愛すぎて胸キュン必須のくまちゃんかき氷のご紹介です。目と鼻は黒豆、耳はあんずでできています。アイスクリーム屋さんの美味しい牛乳アイスも乗った贅沢なくまちゃんです。氷の中にはフルーツやあんこがたっぷりと入っています。その他にも季節限定でアイスが乗ったお団子や焼き芋アイスなどもいただけます。続いての店はご存知の方も多いのではないでしょうか。七谷青山店にやってきました。静岡県藤枝市にある丸七製菓が運営する七谷の直営店です。こちらのお店の人気メニューは藤枝茶を使ったジェラートです。抹茶ジェラートの濃さをナンバーワンからナンバーセブンまで選べます。抹茶ジェラートの他にもほうじ茶や玉露、和紅茶などお茶を使ったジェラートも人気です。今回は抹茶感が一番ライトなナンバーワンと最高級抹茶を使用した抹茶感の一番濃いナンバーセブンを注文しました。この日は暑くてアイスがとっても美味しかったので、愛ちゃんとおかわりしました。おかわりは玉露と和紅茶のジェラートにしました。和紅茶のジェラートがミルクティーのような味わいでとっても美味しかったです。
今回時計ブランドのノードグリーンさんとコラボさせていただきました。続いては6月25日に新宿にオープンしたジョリッティのご紹介です。ジョリッティは1900年に創業して以来、イタリア・ローマで長年にわたり愛され続けている老舗のジェラートショップです。オープンして以来とっても人気のジェラート屋さんですが、整理券制度なのでお店でずっと待たずにいただくことができます。名作映画ローマの休日でオードリー・ヘプバーンが食べてたのもこのジョリッティのジェラートなんです。創業者であるジョリッティ家のレシピをもとに豊富なフレーバーを毎日お店で手作りしています。贅沢に3種類のジェラートが選べるトリプルを注文しました。ピスタチオミルクチョコレートミックスベリー、パイナップルココナッツヘーゼルナッツです。座って食べられる席はないので立食でいただきます。お値段は少しお高めですが、濃厚で滑らかで美味しいジェラートでした。続いてのお店はD&デパートメントダイニングです。長く続くものやことには大切な本質がある。ロングライフデザインをテーマにした D&デパートメントプロジェクト直営のカフェダイニングです。47都道府県の食文化を味わえるおしゃれな食堂です。美味しそうな食事メニューや人気のアイスアフォガード、デザートのメニューも豊富です。まずはお食事、 D47 食堂のアジフライ定食です。食後には念願のアイスアフォガードをいただきました。アイスの上に D のクッキーをのせるのがこちらの人気メニューです。今回ダージリンアフォガードとモリ茶アフォガードの2種類を注文しました。こちらは3種類の大豆を深入りした森茶と抹茶入りの玄米茶、そしてこちらは濃いめに入れた紅茶です。アイスはお店オリジナルの紅茶を使っています。熱いお茶をかけているのでアイスがちょうどいい具合に溶けています。森茶の方はほんのり抹茶のような味わいで、ダージリンの方はミルクティーのような味わいでした。クッキーもサクサクで美味しかったです。続いては北海道発の締めパフェ専門店、イニシャル表参道をご紹介します。締めパフェは食事の締めとして食べるパフェのことで、北海道札幌市で発展した食文化です。今回いただいたのはパフェではなく、ソフトクリーム人気ナンバーワンのピスタチオとフランボワーズです。ピスタチオのジェラートはよく見かけると思うんですが、ソフトクリームはイニシャルのオリジナルです。限界までピスタチオを練り込んでいて、とっても濃厚です。フランボワーズのさっぱりさとも相性抜群で、おすすめのソフトクリームです。続いてのお店はマイティーステップスコーヒーストップ。美容院に併設されたコーヒースタンドで、こだわりのコーヒーと美味しいアイスクリームが楽しめるお店です。じゃあアイスカフェラテを2つと、あとアイスでピスタチオと、マスカルポーネもいいな。アイスクリームはフランスで作られていて、着色料や保存料は不使用です。今回ピスタチオのアイスとフレーズソルベを注文しました。コロンとした丸いアイスがコーンの上にポコッと乗っていて可愛いです。アイスのお供にカフェラテも注文しました。
コーヒーもいっぱいいっぱい丁寧に入れているので、お時間に余裕があるときに行ってみてください。続いてのお店は広尾にあるメルティングインザマウス。オーガニック牛乳をベースに独自のブレンドで作ったオーガニックソフトクリームが人気のお店です。ぷっくりと巻かれたソフトクリームが人気ですが、コーヒーやシェイクなどのドリンク、オーガニック小麦で作る自家製クッキーなどの販売もあります。今回はオリジナルソフトクリームと宮崎マンゴーを贅沢に使ったゴールデンマンゴーをいただきました。旬の食材を使った季節限定メニュー、美味しかったです。続いては渋谷宮下パークにあるキストリーツのご紹介です。アパレルブランドのキスが運営するシリアルアイスクリームバーです。すべてバニラ味のアイスクリームをベースに、シリアルの組み合わせでいろんな味が楽しめるようになっています。今回頼んだのはキスのロゴ入りクッキーでアイスクリームをサンドしたアイスクリームサンドイッチ。チョコレートアイスの中にはチョコシリアルが入ってたり、チョコ尽くしのアイスクリームでした。最後のお店は北海道発白い恋人でもおなじみの石屋製菓によるカフェ、石屋日本橋のご紹介です。透明のフィルムを上げるとパッとお花が咲くパンケーキで、ご存知の方も多いのではないでしょうか。いただいたのは白い恋人ソフトクリームです。北海道産のソフトクリームに白い恋人のホワイトチョコを加えた新しい美味しさのソフトクリームです。ミルク感が濃厚でとっても美味しかったです。最後までご視聴いただきありがとうございました。東京のアイスクリーム屋さん10店舗をご紹介しました。皆さんが気になるお店に出会えたら嬉しいです。次回も東京カフェチャンネルでお会いしましょう。グッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。